心臓をモデル心拍数とは、一定の時間内に心臓が拍動する回数を言う。通常は1分間の拍動の数を言う。また、心臓が血液を送り出す際には、動脈に拍動が生じるので、この回数を脈拍数あるいは単に脈拍という。安静時心拍数は、人間の場合、男性で60から70程度、女性で65から75程度。 息を吸うと脈は速くなり、息を吐くと脈は遅くなるが、これは生理的なものである。最大心拍数は年齢が高くなるほど下がる傾向があり、一般的に成人では220年齢数程度、高齢者や低体力者では215年齢数であると言われる。JW メイソンらの調査によると、年齢、性別別の安静時心拍数の中央値は以下の通り、 安静時心拍数の異常とは、安静時心拍数が高すぎるか、または低すぎるかの二つである。一般に安静時心拍数が100を超える状態を、頻脈、60を下回る状態を除脈と呼ぶ。注意すべきことは、心拍数と脈拍数は、脈拍欠損や不正脈存在下では必ず一致するものではない。しかし、大部分の場合、一致している。 筋脈で疑う鑑別疾患は、血液疾患、精神疾患、代謝疾患、発熱、呼吸器疾患、心疾患等々様々な状態で見られうる。除脈で疑う鑑別疾患は様々である。スポーツ心、除脈性不正脈群、甲状腺機能低下、低体温、防湿ブロック、脳圧更新、横断、アダムス・ストークス症候群等々ありうるが、 1>, 1分間に60回を割ったからといって、直ちに病的というわけでもなく慎重な判断が必要である。持久力の鍛えられたスポーツ選手は安静自心拍数が少ない傾向にあり、1分間に30から40回という人もいる。塗装連尊オーバーガードペダル潜水艇によると、安静自心拍数と最大酸素摂取量は反比例の関係にある。 脈拍測定心拍数モニター胸部に電極を取り付けて心電計を用いて心電図の QRS 波のピークから次のピークまでの時間間隔を測定して算出するのが正確である簡易な方法としては手首の外側に存在する頭骨動脈に人差し指、中指、薬指を当てて脈拍を感じ取って数える方法がある時計で1分間を測りながら 回数を数えても良いが、20秒間で測って3倍すると、手っ取り早い。ただし、脈拍イコール有効心拍と、電気的心拍数は、必ずしも一致しないので注意が必要であり、機械的心拍数そのものを測るためには、胸部の調子の方がより確実である。キネクトでは、赤外線パターンを人体に照射して得られた、赤外線画像を解析することにより、非接触で、 心拍数を測定できる機能が搭載されている。有酸素運動の運動強度は通常心拍数で表現する。以下の2つの方法がよく用いられる。最大心拍数による表現単純に心拍数が最大心拍数の何 %mHR であるかで表現する。運動強度イコール心拍数最大心拍数100。 イコール15219100イコール 80%MHR 予備心拍数による表現安静時心拍数と最大心拍数の差を用いる。安静時心拍数を0%、最大心拍数を100%と設定して運動の強度を次の式で数値化する。運動強度イコール100イコール100イコール 50%HRR 東洋医学では 患者の呼吸数1回に対し、心拍数4を平脈とし、5つ以上を数脈、3つ以下を遅脈という。ありがとうございます。